変異型、クロイツフェルトヤコブ病は、伝染性海面上脳症に属する脳疾患の一種で、ある。症状は、精神障害、行動の変化、痛みを伴う感覚などが挙げられる。病原曝露から症状が発現するまでの期間は、不明確であるが、数年と考えられている。症状発現後の平均寿命は13ヶ月である。 VCJD は誤って折りたたまれた異常なタンパク質のプリオンによって引き起こされる。感染拡散の起因には主に牛界面上脳症に感染した牛肉を食すことによると考えられている。感染には特定の遺伝的感受性を用途すると考えられている。さらに、血液製剤または汚染された手術器具を開始感染拡散する可能性もある。 診断には脳性検が行われるが他の特定の診断基準となる症状などに基づいて判断される。古典的なクロイツフェルトヤコブ病とは異なるものだがどちらもプリオンの影響によるものである。VCJD の治療には指示療法が行われる。2012年時点のイギリスでは約170の VCJD の症例が記録されており、 その他の地域では50症例が記録されている。この病気は2000年以降は一般的に見られなくなった。発症年齢は30歳未満であるが、なぜ30歳以下の若者なのかは不明である。1996年にスコットランドのエジンバラにある国立 CJD 監視部隊によって最初に特定された。ありがとうございます。